リ前十字靭帯断裂、今季残り全試合欠場へ。ロドリは今後数時間でさらに検査を受ける予定だが、マンチェスターシティは彼が ACL 負傷のためシーズンの残りを欠場すると予想している。最初の検査後の報告は、右膝の前十字靭帯が断裂しているというものでした。終わった、ロドリー。マンシー、今季終了。これはきつい、てかもう優勝はほとんど無理かもしれない。一番かけちゃいけない人がかけてしまった。ロドリ、あの距離で膝上げ走りは止めてほしかった。カリス日程に苦言を呈してた彼が負傷したのはひどい皮肉だね。前十字靭帯断裂後の違和感は大体2年続く。経験談、一般人は10ヶ月、プロは6、8ヶ月でスポーツレベルまで復帰できるけど再発の可能性を考えればシーズンアウトして1年かけて直すのがベストだよな。負傷時は膝から下が取れてなくなったようにすっぽ抜ける感覚だから本人は死ぬほど恐怖感じてるはず。やっぱり前十字だったか。まああの痛がり方は異常だったしな。事故とはいえ本当に申し訳ない気持ちです。お大事に戻ってくるの待ってるぞ。